ユニオンパシフィック鉄道844号蒸気機関車は、アメリカ合衆国のユニオンパシフィック鉄道が導入した車輪配置4から8から4の蒸気機関車、FF-3 型の一両である。1944年にユニオンパシフィック鉄道最後の蒸気機関車として登場し、ディーゼル機関車への置き換え後は、本線の観光列車検員機として、胴体保存されている。 北アメリカの一級鉄道で唯一車席を抹消されたことのない蒸気機関車でもある。844号機はユニオンパシフィック鉄道が発注したフェフマイナス3機関車10両のうちの1両で1944年12月にアメリカンロコモティブで製造された。フェフマイナス3は仙台のフェフマイナス2と同様に旅客用機関車として 設計されており、オーバーランドリミテッド、ロサンゼルス特急、ポートランドローズ、チャレンジャーの各旅客列車を牽引した。フェフの形式名は、ホワイト式車輪配置による4から8から4の略称に由来する。1957年には旅客列車の牽引機がディーゼル機関車に置き換わり、その後は1959年まで貨物列車の牽引に使用された。 844号機は1960年に廃車解体予定であったが、解体を免れ観光列車用に復元されることとなった。1962年、844号は観光列車の牽引機としての運用を開始した。毎年7月に、ワイオミング州シャイアンで開催されるイベント、シャイアンフロンティアデイズに合わせて、シャイアンとコロラド州デンバーの間を往復する。 運用が中心である。また、一時期844号は、ディーゼル機関車にナンバー844が、すでにいたため、番号重複を回避するため、1962年の運行開始と同時に、末尾に4を付け足し、ナンバー844号機として、活躍していた。そして、ディーゼル機関車。 ナンバー844号機が引退後の1989年に元のナンバー844に戻された。2019年、米大陸横断鉄道が150周年を迎えた。それと同時に、生体保存で保存されていた4000系、4014号機が数年の整備を経て復活を遂げた。そのため、 蒸気機関車全盛期時代の従連がナンバー844とナンバー4014で行われた。ありがとうございます。